どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ケリーです。檻と暗闇の森、続きからプレイしていきたいと思います。前回はですね、なんとか風のエレメントを復活させることができたんですけども、問題は黒ですね。黒がなぜ光を憎むか、その理由が分かりましたね。ニブルの、精霊樹、長老樹ですかが、こう放った光によって、子供を殺されていると、なので黒は当然怒って当然ですね。で、黒は何にも悪くなかったっていうことなんで、例えばこれがその黒という存在が森を荒らしてしまう存在とか、森に対して害があるとか、そういうものだとしたら、その光によるよって制裁を受けてしまったとか、なんかそういう解釈もできるんですけど、黒は何にも悪いことしてないのに子供を殺されたっていう感じですから、これは許されないかなっていう感じがするんですけどね、光の方が。で、次の目標ですね。次の目標は悲しみの参道に行き、飛鳥石を取り戻しましょうっていうことなんですけど、その前回の黒のムービーを見てるだけにですね、結構ためらってしまうというか、でもこれはやるしかないんですよね、森を助けるためには。なんだ、左に、あ、壊せるのか。ここ行ってないですね。で、今いるのが、これはここにワープして取りに行った方が良さそうですね。なんで上に進みますか。で、途中ワープ使って一度戻って、ここをチェックして、あ、で、風が吹いてるから これであれか、あの前行けなかった、ここですか。こっから上に行くのか。鼻声でですね、上に行って、そこをまだ取れないんですよね。で、こっからずっと上に、あ、そこにワープポイントがあるな。
し、じゃあ一回こっちに戻って。あ、でも普通に取れるようになってるんですね。この上だ。ああ、これ初めに取れたんじゃないかな、もしかして。はい、戻ってきました。で、この上ですね。こいつら強い。あ、飛んでった。あ、いた。そういうことか。うわー、むずい。ふっ、石。石。石が落ちてこない。石が。その破片。あ、早速あったな。広い。あ、左上に新しい最後の能力かな、これ。セーブして、で2溜まったんで、エナジーマーカー、エナジーセルをマップに表示。
あー、そういうことか。これを、よし、上にライフセルがあるけど、これは飛ばせないですもんね。あー、でそこはキーストーンを集めてからか。ちょっと下だ。壊しておき、あー死にやがった、あいつ死にやがった、こいつと、あー来ないか。普通に戻るか。じゃセーブして、簡単に。左、この縦のラインに4つ。こっちは何だ。
エナジーセル。これ絶対使う。どこか。よいしょ。これでさっきの、あ、そっち。こうか。で、これを押してって。挟まっ、ああ整備しよう。安全。ダメか。あ、消却。あ、なるほど。で、これを止めて、で、今度この岩を、これで風が下から通るようになって、ちょっと待ってくださいね。はい、すみません。まずは右に。キーストーンが2個あるんで、いやー難しい。よいしょ。よいしょ。わあ、むずい。男性で、次は左ですね。いや難しいな。いや、もう一回ちょっとセーブして体力回復して、よし、
やー難しい。よいしょ。よいしょ。セーブ。で、新しい能力ですね。この精霊もニブルのために犠牲になったニールは空を飛んで天を自由に駆け回ってた。束縛するものなんて何もなかったんだよ。森が閉ざされるまでは。ニールの能力。チャージジャンプ。これで今まで壊せなかったものが壊せますね。LT 長押ししてチャージしてジャンプ。登っている間スティック長押しでチャージしてA を押すと壁面チャージジャンプ。これであれだ、横にあった壊せるやつがやっとこれでやれるんですね。あっちょっ危ない。どうなってる。何にもないから。壁面いいか、使わなくても。よし、入っちゃう。これ上なんかありそうだな。ジャンプ。よし、待てよ。壊す。戻る。
いや、これは便利だ。で、下を、黒がこの場所を避ける。明るいですもんね。視聴席はまだ黒の恐れる光を発し続けている。これで伝説に残るこのルーンでホルーザンへ入ることができると。あ、こうなると一緒に、ああ、あ、グモ、これあの精霊樹の玉だ。ごめんなさい、大きい声出しちゃった。よみがえった。オリたちは知らないんだ。いやー、よみがえりましたね、グモのおかげで。あー、やばいなこれは。あとはじゃあ問題は本当黒ですね。黒に許して、いやでも許されないような気がするんだけど。いやでもナルが生き返ったのは嬉しいですね。はい、今回この辺にしましょう。はい、で今回この辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。